雲六宮は、中華人民共和国湖南省庁佐士岳葉山にある、道館である、道教十三道新京福地の一、河炉、秋代の聖火十四年基地館、王明美春により創建された。当時は、ほら誠館と称した。火星年館、地府村福と、道知り家今は道館を再建した。高吉に再建された際、関聖殿、玄武祖師殿、 三世殿の混流にあたっては、従来通り復元することが求められた。民末、新兵入り石の仮難で、銅冠は領土焼き捨てられた。新代の後期元年、調査文順道張栄は銅冠を再建した。建隆年間は銅冠を重修した。皆、豊か二年、銅冠は、繊細で壊された。同工年間、持ち、朝廷が集築されている。同地元年、 暴行帝、後武戸の、天日戸の、旧門を増築した。翌年、武藤さん対和風同士の公共輝きが資金を募り、全面修復した。麓、峰方しそばひ。民国33年、日中戦争の時、雲六宮は、日本軍の戦闘機で爆破された。民国35年、同宿雲海徳で明海が資金を募り、全面重立てし、翌年に落成した。 巡洋新人旅道貧石像を増築した。百字名を戦した。1957年、地元政府は、雲六宮を修復する。文化大革命のはじめ、心臓、放棄は、徹底的な破壊にあい、同志は仕方なく減続した。1976年、官邸殿を修復。ありがとうございます。